続いては毎回おなじみ実はこんなこと言ってるんじゃないつけてよあいつの名台詞イエイ。さあこのコーナーはですね、はい、もうね何度もやってますけど我々はね、うん、まあ、一応説明しますと、うん、赤目がキルのとある一場面の絵に対してですね、うん、ふさわしいセリフを番組のホームページで募集をさせていただきました、うん、はい、で、その中から、我々が選んでその絵に合わせて実演をしてですね、その中から一番の名言だと思ったセリフを皆さんのアンケートで選んでいただくというですね、やつでございます、うん、はい、ということでね、まあ早速じゃあ絵の方を出しちゃいますかね。はい、今回の絵はこちらです。じゃん。おお、これはこれインパクトありましたね。いやもうこれ一説にオリジナルのセリフが一番面白いんじゃないかという説がありますね。そうですね、マイカーですね。マイカー、うん、ありますけども、すごいインパクト大でしたね。まあじゃあね、皆さんお手元に選んだセリフのやつはありますか、うん、はい、ね、選ばせていただきましたよ。じゃあ僕からいきますか。いいですか。はい、どうぞ、はい、じゃあ僕から行ってみたいと思います。こちらですね、コルシアネームミカエルさんからいただきました。ありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、じゃあいきますよ。いいかな、いくぜ。トイレットペーパーがない、誰が紙をくれ、おお紙を。はい、えこれ真似しなきゃいけないの。はい、コメントは控えさせていただきます。私は好きですよ。そんな優しさいらねえんだよ。私は好き。おお紙を、紙説明しないでください。説明しないで、やめろ。早く行け。かけたんですね。うまいな、ペーパーさん。いい加減にしなさいよ、君たち。そこの姉妹、そこの姉妹、いい加減にしなさいよ。楽しくてね。はい、じゃあ有罪の人早く。あ、はい、殺し屋ネーム、怪盗日さんからいただきました。はい、いいですか、それでは。はい、お願いします。な、生で見る雨宮さんは、こんなにも可愛いのか。これご自身で、いや、違うんです。勝ちたかった、勝ちたかった。勝利への貪欲さが、はい、本当に失礼いたしました。ごめんなさい。いや、それでいいと思います。でも私は勝ちたかった、勝ちたかったね。お願いしますね。もうそれアピールコーナーみたいになってますけどね。ねえ、もうダメだ、勝てる気しないですわ。本当ですか。じゃあ大橋さんね、選んだものを。じゃあ私ですね。はい、いきます。ですね、コルシアネーム、ドモンさんからいただきました。はい、ありがとうございます。じゃあ準備よろしいですか。はい、それではお願いします。あ、会場着いたけどイベントのチケットを忘れた。はい。かわいい。今のは、真似を…真似はしてない。そうで、これよくあるじゃないですか、うん、だから皆さんに気をつけてくださいねっていう思いも込めて、この辺を選ばせていただきました。素晴らしい、視聴者の方への、ね、そう、思いやりが、そうなんです、はい、じゃあもう対照的な、ね、対決となりましたけども、勝ちたい皆さんも気をつけてくださいね。はい、なるほど。いやでもね、どうなるか分かりませんから、はい、じゃあですね、ここでアンケートを取りたいと思います、はい、今発表されたセリフの中で真の名セリフは誰のどのセリフだったでしょうか。それでは投票をお願いします。お願いします。はい、身を削って、見苦しいぞ、身を削って。もうやることはやったんだから。ダメだぞ、そんなこと言ったら。お願いします。だってこれで選ばれなかったら私ただの痛い人じゃないですか。でも選ばれても痛い人。どっちに転んでもちょっと私は勝ちたかっただけなんで。勝ちたかったよね。そう、勝ちたかった。勝利に貪欲な結果ね。そうなんですよ、そうなんです、そうなんです、うん、いやそう、生きるか死ぬかの世界でね、やらせていただいてますからね。僕はいかに早く雨宮さんにパスを渡すかってことを考えてました。いや、斉藤さんのもすごく良かったです。いやもういいです、そういうの本当に。ダジャレいいですね。ちょっとやめて、やめて。もう神よってね。はい、ということで、結果が出ました。斉藤さんチョイス 16.7%、 大橋さんチョイス 28.6%、 天宮さんチョイス 57.4% です。おめでとうございます。よかった、ありがとうございます。いやまあでも、もし